ウィリアム・ロック・ハート・クレートン。ウィリアム・ロック・ハート・クレートン。ウィリアム・ロック・ハート・クレートン。1880年2月7日から1966年2月8日は、アメリカ合衆国の実業家、官僚。自ら創業した、免火商会を世界的大企業へと育て上げ、またマーシャルプランの立案に深く関わった。ミシシッキ州、テューペロ近郊の免火農場で生まれ、 テネシー州ジャクソンで育った。13歳で学校を中退し、即帰の職を得た。後、セントルイスの免課長、ジェローム・ホールの施設秘書となった。1896年、ニューヨーク市のアメリカ免課商会で勤務し、8年後の1904年に事業副部長となった。同年会社を辞した。彼は、二人のパートナーと共に、自前の免課企業、 アンダーソン・クレイトン紹介をオクラホマシティで起こした。この頃、世界の面貨の6割は、米国産であったが、面貨産業は、欧州の面貨業者に支配されていた。しかし1914年に勃発した第一次、世界大戦によって状況は一変する。主戦場となった欧州が疲弊するのと対照的に、米国は、着実に地方を固めていった。この勢いに乗って、 アンダーソン・クレイトン商会は、イギリス、フランス、ドイツなど、欧州主要国に代理店を要し、1916年に本社をテキサス州ヒューストンに移転した。1920年代には、同社は世界最大の面課商会へと成長した。また、クレイトンは、対戦中に面課流通委員会の委員に就任した。1920年代、米国は、 慢性的な農業不況に陥り、綿花も、また例外ではなかった。フーバー政権は成立直後の1929年6月に、農産物市場法を成立させて、余剰農産物の正解上げによる農産物価格の安定を企てた。クレートンは、米国産綿花の国際競争力のさらなる低下を招くと主張して、同法を批判した。翌年には、 スムートホーリー法が議会で審議されたが、クレートンはこれにも反対し、同法を拒否するようフーバーに求める請願書を経済学者らと連名で提出した。しかしフーバーは、請願の拒絶、法案は6月に成立した。スムートホーリー法は、米国市上空前の交換税を犯した。米国の交換税政策は、他国の交換税政策を誘発し、結果的に、 米国の輸出市場を狭めることになる。フーバーに代わって1933年に大統領に就任したローズベルトは、米国経済再建のためニューディールを実施した。1934年4月にはバンクヘッド法が成立し、割当て分を超える生産について重税を課せられた。クレートンは、このようなニューディールの農業政策に抵抗し、 1933年から1935年にかけてラテンアメリカの面下生産地であるペルー、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイに買い付け支店を開設した。また1934年9月には結成されて間もないアメリカ自由連盟、保守勢力の結集と経済統制撤廃を目的とする反ニューディール隊に加盟した。しかしクレートンは1年足らずで、 アメリカ自由連盟から脱退する。この頃国務長官、コーデル・ハルは、共和党政権下の交換税政策を改め、固形通商協定計画を推進した。クレートンは、ハルの、こうした自由貿易論を支持した。1936年の大統領選の際には、ローズベルト再選を支持すると言明するが、それはローズベルトへの認識を改めたからでは、決してなく、 本人の説明によれば、春を国務長官の地位に留め置くためであった。第二次世界大戦が勃発すると、クレートンは、ナチスドイツの勝利を阻止するためには米国が介入する必要があると主張した。クレートンは1940年6月27日、ドイツが勝利すれば自由貿易体制が挫折すると演説した。彼の率いるアンダーソン・クレートン商会は開戦直後、 ドイツへの免許販売中止を決定した。また彼自身は中立法の修正を議会に要求したり、米国の戦争介入を主張する団体、センチュリーグループに参加した。1940年、クレートンは連邦ローン局長官権復興金融公庫,庫長官、ジョーンズの依頼に応じて歓迎に目を投じ、復興金融公庫,庫に入った。また、同年10月15日には、 フラ長官代理及び輸出入銀行副総裁に任命された。ローズベルトがフラを廃止し、その仕事を商務省へ移すと、クレイトンは1942年2月に商務次官補に任命された。同年10月には RFC の海外購買機関の一つである合衆国通商会社の総裁に任命された。一連の内閣改造後、 クレートンは副大統領ヘンリー・エイ・ウォーレスに仕えた。彼らの不一致のため、1944年1月に、クレートンは、勝負時間法を辞任するが、わずか1ヶ月後に戦争動員局のジェームズ・カイ・バーンズの下で、余剰戦争資産局長官として官会に戻った。1944年の大統領選で、ローズベルトが4戦を果たし、春の公認の国務長官に、 エドワード・ステティニアスが就任すると、クレイトンは、初代経済担当国務次官補に、任命さ、己の信ずる自由貿易政策を推進することが、可能になった。彼は、暫定委員会の委員に任命され、原爆開発によって生ずると予想される問題について、陸軍長官ヘンリー・エルス・スティムソンと、大統領ハーエーストルーマンに助言した。さらにポツダム会議の際には、 米国経済代表団議長として参加し、賠償問題を交渉した。一方、ブレートン・ウッズ協定の批准に伴い、米国の対外金融政策に関する最高意思決定機関として、国際通貨金融問題国家諮問会議が設置されたが、ここにもクレートンが参加した。クレートンは第二次世界大戦で被災した欧州を復興させるため、 アメリカの経済援助を強く支持し、1947年の欧州復興計画、マーシャルプラン立案において主要な役割を果たした。5月27日、クレートンは覚え書き、欧州の危機を提出した。クレートンは、我々は物質的荒廃については理解していたが、経済的混乱が生産に及ぼす影響を十分、計算に入れることには失敗したとして、 欧州の危機の根源が経済問題にあるとの認識を示し、大項、ロシアからではなく、飢餓と混乱から欧州を救うために、第七項。協調は原文、米国は欧州に対して3年間にわたり、毎年60ないし70億ドル相当の物資を贈与する第八項必要あると主張した。この覚書は翌日開催された国務省の首脳会議で、 検討対象とされ、6月5日に国務長官マーシャルがハーバード大学で行った演説に反映された。1948年、彼はヒューストンで事業を再開したが、冷戦中の米国及び同米国間の自由貿易と経済協力を推進する努力を積極的に続けた。1963年、クレイトンが80歳代の時、 大統領ジョン・カイ・ケネディは輸出拡大計画と部分的核実験禁止条約に従事するよう依頼した。ジョンズ・ホップキンス大学の一部門、ポール・エイチ・ニッツェ、高等国際問題研究大学院の国際経済学ウィリアム・エル・クレート教授職は彼にちなんで名付けられた。1966年死去。86歳。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。